さあ、では行きましょうか。まずは、ルーラで、ペルっぽいですね。ハヤブサの剣売ってたんってどこやったっけ。ぼちぼち多分金的には足りる。2万5000円ぐらいやったと思うんで。え ?2 万5000円やんな。3万5000円。2万5000円。こっちや。2万5000円やったら無理やぞ。いや、3万5000円。2万5000円やったと思うんだよな。多分ね、最強になりうると思うんですよ。勇者さん装備で。それで、まあ、ドラゴンキラーも売れますしね、多分その金も合わせたらなんとか間に合うんじゃないかなっていう感じはしますよね。あ、大金槌も手に入れてるしね、魔法の鎧、死神の盾、福引き剣全部売って、とりあえず町的には、町的にはここでいいのかなって感じですけど。あとはまあ、強いて言うなら、あれか。ミンクのコートを買うかどうかみたいな。まあ買うかっていうか買えないんですけど、全然届かないんですけど、ガイアの鎧はもう、いや違う、ガイアの鎧は置いとかなかも。ロトの鎧が依然わからないので、とりあえず、魔法の鎧。死神の盾高っ。え、いらんでしょ。いらん。あれ、ないな。あれ、どこにあったっけな。あそこにあんのか。さっきのベラヌールにあんのか。これね、カインにね、買ってあげたいけどね、まあ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 、また金貯まったらにしようかな。邪神の像。あとは、福引き剣、ルビスの桃色ともするし、やまびこの笛ももういらんかな。で、キメラの翼を、まあ、一応保険でプリンに渡しといて、よし。ペラヌーガヌールヌール、ペラヌール言うて。序盤なのでも迷子がだいぶ解消されますので、ないな。あれあれ、武器、あ、福引きしようか。いや武器、あれどこやで、ハヤブサの剣どこや。いや、そんなね、デルコンダル、ザハン、ザハン武器はなかったっけな。デルコンダルかな。武器はなかったっけ。いや、ないよな。デルコンダル、テパ全部外してそう。マジで予想を全部外してそうです。ほんまに申し訳ない。あった、よし。うん、まあまあ124まで落ちるんですけど、まあ強いと思うっすよ。それこそ純粋な力が上がったら絶対最強になるはずなんで、まあ純粋な力を上げていく、今後も上げていくってことを考えたら、まあこれは全然悪くない選択だと僕は思います。はい。あとはそのもちろんはぐれとかメタルスライム対策にもなるし、やってやる。
必ず必ず言ってやる。いや違う違う、序盤分かりましたからね。あとこの迷路もほぼ解いたと言っていいからね。ここに穴がある。いや笑けたな、最後穴落ちた時は自分でも笑けましたね。そこからの痛恨の一撃というもう分かりやすいコンボ。おお、ゴールドオークさん、こっちのやる気を全部もう根こそぎやる気を奪い取ってくる鬼のコンボでしたね。あー強いわ、いいんじゃない。カインも金貯まったらハヤブサの剣買ってあげよっかな。よくない？強くない？いやしかもこの、いやめっちゃ強い、他人にまで当たるもん。早い、好き好き好きですよ、手数多いやつね。穴開いたまんまや、優しみがすごい。スカルナイトは大丈夫。やばいのは、ハーゴンの騎士みたいなやつ、あいつが痛恨を出してくる特性なんですよ。そこが問題なわけ。やっぱ早めに倒そうと思います。ちょっとなんかそのベホーあベホイミじゃないや、そのベギラマとかが怖す嫌すぎて怖すぎて、なんかあいつらの方がマシと思ったけど、痛恨の方がはるかにあかんわ。計算が立たなすぎてやばい。キラータイガー、こら！よし。よし。会心あんま出ないっすね。どうなんやろね。なんかあんまり出ないな。タイムアップ。力8ポイントアップ。ほら。ほらほら、急成長。こうなると、だから徐々に、こいつもハヤブサでもいいんじゃないのという。ちなみに強さは勇者の力が117、怪異の力が70、だいぶ差あるなぁ。ちょっと待って、ここじゃない、危ない、いきなり間違えてる、いきなり間違えてました僕。ちげえちげえ、3個目、1、2、3個目、上、これモーターでしょ、一匹は落とせるでしょ、ちゃんとプリンもカインもアホじゃなければ。ナイスー、よし、これを期待していた。桜木を投入した時の安西先生みたいな気持ちになった。まだまだこれは取らせてもらったようなもの。ここからですよ、ハヤブサの剣投入の狙いは。よし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 、もう一匹いったやろ。よし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 、まあいいだろう、まあいいだろう。ふぅ、よし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 、よかろうよかろう。うわ、もっと出会いたいな。もっと出てこいや。ここでももっと宝箱とかあってもおかしくないエリアではあるんすよ。探索ちゃんとしてないっちゃしてないのよな。大丈夫かな。まあいいか。見えてる宝箱はまあ取ったしね。階段、階段、おお、やった、メイジパピアス、任しといてくれ、俺に任しておけ。よし、タレチ違う、おら、じゃあ
さあ、宝箱。不思議な帽子。何だっけこれ。魔法 MP が呪文の消費を減らす。来た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 。いや、ここやろ。ここやんね。そもそも、ね、帽子を装備してないし、会員もしてないのか。うわぁ、めっちゃええやん、これ。いや、でも、いや、でも、プリン、プリン。プリンでもう、ナズンを打ち込んでもらいたいから、ナズンの消費がどれぐらい変わるんやろ。オークキング。ありそうやな、なんかこういうサイト。バイクのオークションとかやってそう。下は、上行ったっすね。あれ、宝箱見えてる。完璧。はやぶさの剣投入。福引剣、あいつ福引行く前やったんや。こんなとこないぞ、福引場。うわうわ、開いてないわ。やっぱでも宝箱はちょっと見てた方がいいな。ちょっとレアもんありますもんね、すでに。なんかしょぼくないです、内容が。こいつでちょっとだけ減ってる。確かに消費が1減ってる。半分とまではいかんのよね。2分の1とはいかんけど、まあ4分の3。行こう、よし行こう、よしよしよし、せや。何したん今、クビッケン。いらんて、どこ置いてんねん。お、待て、宝箱部屋。来た来た、よし来た。マジか、おっしゃー、ロト揃った。剣は早ぶさ。剣ロトあんま強ないしな。まあまあいいか。いやー、ロトの鎧嬉しいなー。多分特殊効果とかも入ってるでしょうしね。ワンの時は歩いたら回復してくれたけどな。いや、してるかもしれないから、あとで確かめよう。今134。なんか神秘の鎧みたいなアイテム、歩いたら回復やったよね。あれドラクエ3かな。なんかそんな感じやったと思うんですけど、ほら、うん、楽屋はマジでハヤブサのおかげで、どこ攻撃してもあんまり損にならないから、やっぱできればカインもハヤブサ装備させたいかもしんない。単純にあのオペレーションが楽、連打してりゃいいから。オペレーションが超楽になりました。 RPG で A ボタンを押す、戦闘中に A ボタンを押すことをオペレーション言うてもてる。いや、ほんまにほんまに、でも無駄なくね、ダメージ効率がいいというか、無駄なくみんなに入っていくじゃないですか。前に並んでもらって一気に仕留めていくというスタイル。これで右行ったんですよね。おー、
まあでも獣人かこいつは。まあまあまあ、いや変ではないか。ごめんごめん、なんか舐めた口聞いたら怒られるよね。ナイス。トータルでも100弱与えてるから、まあ一本持つよりも強そうですけどね。レベルが上がれば上がるほどその利点はどんどん上がっていくはずなんで、力が6ポイントアップ、より破壊力を増していくはずです。これで52ぐらい入れちょっとやねんな、ほんま。ちょっとずつなんですけど確実に成長するはずです。あの乱数が結構ランダミシーさが強いので、あ、宝物系、あれ、なんか生かすやん。かわした、垂れてんな。おっぱいもお腹も三段腹ですね。痩せろや。だからそんだけしか飛べてへんねん、お前。立派な翼あんのに1メーターぐらいしか飛んでへんよ。はい、ありがとうございます。うん、どう、こういう時こういう時よ。ドラゴンから仕留める方向で、よし、あっ、倒された。炎送る。うわ強っ。あー、プリンが、プリンが食べられる。残しといたプリンがナイス。おお、やっば、勇者の怒り、親戚の女の子をボコられた時の勇者の怒り爆発、すごい。オッケー、し、また死神の盾、何個くれんねんおい。いらんって死神の盾は。まあ、撃ったら高いけど。すっごい死神の盾マニアがおるな、ここの洞窟は。まあでも宝箱結構うまく回収できたんじゃないかなって感じですね。なんか文句なく気持ちよく回収できてるし、なおかつ MP をそんなに使ってませんよ。割と前回と同じぐらい歩いてるけど、やっぱはやぶさの剣効果、そしてまあレベルが上がってきているというその効果出てますよ。ぐぐ、わあ、一人で76か、すごいやん、頑張るやん。誰も起きてこない。ミスった、イカズチの杖持ってると勘違いしてしまいました。これがやりたかったです。すー、72やって、すごいすごい。回もう一回結構力ゴンと上がったらそれこそハヤブサ候補やで。金も溜まってくんぞ。任しとけ、コータルコータル。せくなせくな、カイン、僕もやらせてくださいという目で見てんな。行くなよ。しゃあ、そう、そしてフォロー、そっちかい、分かってへんな、かい、全然。そう、オッケーオッケーオッケー。ちょっとレベルも上がりづらくなってきたか。ハグメタが来てほしいんですよね、僕は。ザ、あなたもザオリク覚えてくれるの、ありがとうございます。本当にこっからスタートさせんといて、わからんの、上から行かしても。出た、突然死させられるから、こいつらだけは舐めたらあかん。
ターボの騎士が混ざってる状態やったら僕はもう迷わずナズン打ち込んでいきますわ。多分ね消費ロックで打ててるんだと思うので、しかも2ポイントアップ、ロックなら運用できると思いますので、容赦なく、こらあまりにもやりすぎたくはないから、しっかりスムーズにクリアしたい。最後のところがやっぱきついんですけど、行くっかない。よし、まあまあでも痛恨対策はねかなり今回はできている。世界樹の葉ザオリク、ザオリクですから大丈夫です。こう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 、オッケー、いくぞ。こうこうこう、ちょっと待って、こう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 、はい、で下までこう張り付いて、下ん、こう合ってると思う、合ってると思うよ、合ってると思います。いやー、いいデザインだなキラーマシーン。あの物合いがいいっすよね、物合いが気持ちいいね。こうこう、張り付きのこう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 、よし、しゃ、右なんか見えてる、うん、ここをあえての左、最後の迷路って感じですかこれ。ティー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 、倒しきれはしないよね。オッケー、待てよ、ここを右に行くと思うんじゃない、運営さんは。ここ左、ここまで当たったっぽいよ。ドゥッタッドゥッタって言ったら終わんねん多分。ドゥッタッドゥッタ、オッケー、オッケー、オッケー、ドゥッタッドゥッタじゃねえよ、諦めない、何度でも挑戦してやる。負けらんねえ。消去法やから、力7ポイントアップ来てる。これでも絶対右ドゥッタドゥッタやから、どっちかな、まあドラゴンかな、火の方がなんか嫌やもんな、トータルダメージは火の方が上な気がする。いやこっちも6周入ってるか、危ねえぞー、危な、なんで1回しか攻撃しておらへんかったんやろ。今ね弓撃ってきよったってことなのかな。素早さもありますねキラーマシンは。結構先制取られてしまってる。大丈夫よ、 MP 全然余裕あるよ、ファミコンの時とは違うぜ。一番遠く行こう、一番遠く、
オーラ。よーし、気持ちいい。すげえ経験してくれる。こっちや。ドゥッタドゥッタ、上か下かな。下ドゥッタドゥッタな。ちょ待って、こっちはこっち気になるやんけ。ドゥッタドゥッタな。下はない。ちょ待って、左ドゥッタドゥッタ、ここの右の、しゃあ、いや、そうやな、もうこれはもう諦め、これはもう諦めやねんな、正直な、ザラキ、ほら。すげえ、めちゃくちゃ強い、恐ろしい魔法や。結局何もないってことか。こっちが正解ってことか。待てよ、左や左、危ない、間違いかけた。勇者がね、若干これはロトの鎧効果なのかな。炎のダメージがちょっと気持ち軽減されてるような、今ちょっと気づいたんですけど、なんかもっと食らってたような。おー、いいじゃない、めちゃくちゃ回復したじゃない、回復じゃない、上がったじゃない、成長が見えるなぁ。これマジでボスもいけんじゃないのこれ。余計なムーブ。はい。ナイス。どうしてしまえるか。素早いな、ほら、せっかく回復したのに。よかろう、よしよし、めちゃくちゃレベル上がる。会員が30、お力5上がって、はやぶさ待ちでーす。わかりました、お待ちください、お待ちください。現状がお金がですね、あーもう足ります、足ります、あとクソ盾打ったらです。はい、いけますよ、上です。委託じゃない、ということは抜けたと見ていいんじゃないかな。メイジパピラス弱いな。まあまあ火吐きょるんでね、舐めたらダメではありますけど、一択せえぞ。嬉しいよ、抜けたくせえ。まあ、次のフィールドには行った、間違いなく次のフェーズまでは行ったでしょ。ほら、うーわ、ちょ、天の神様で言っていい、天の神様の言う通り、アブラムシ、クワガタ、左や！よし！うわぁ！ちょ、ほんま嫌がらせすげぇな。カブトムシ、クワガタがもう、火吹くぞ、こら。心を一回もう、無にしていくわ。そのもう何の感情もない状態で、何の感情もない、
全然全然全然大丈夫ですよーって、全然何の感情も今心が今ないです、もう全くのゼロゼロの状態でドラクエゼロです。だから今何の揺れもないです、今揺らぎも何だ、何もかも今もうフラットな状態に持っていってますので、何も恐れることがないんです。全然全然全然先に並んでいただいて、全然全然先にもう割り込んでもらっても全然構わないし、パチンコ1000回ハマっても全然全然、もうシャンクであろうが OB であろうが全然全然、はい、もうダブ通りトラベリング何の問題もないです。もうただただ無にしていけばいいんだから、そう、心をもう平穏に保つことです。してた出た、ちょっと待ってください、ここがすっごいきつかった記憶があんねんけど、逃げない方がいいよね、俺ぶっ殺して。前回の僕は逃げたのよ、俺は逃げない、かかってこい。ナスンシルバーデビル、こら大丈夫大丈夫大丈夫、これは当たるやろ。ピキューン。オッケー。しっかりと戦いで見せていく。よし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 。来た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 。おっしゃ到着。よーっしゃ。よくぞ来た勇者よ。わしはその人たちが来るのを待っておった。こんな寒いとこで天井もあらへんし、これ。光あれ。光あれやってくれた、光あれをやってくれましたね、これは下の世界に戻る旅の扉、戻りたいならお入りください。ちょっと待って、ルーラにロンダルキアーアルザース、これどこに通じてんの、下の世界って何のこと、あ、ここやん、ここは、あ、こやんね。入ったら？あー、戻ってくんねや。なるほど。まあ、ロンダルキアがもうルーレン入ったから関係ないからね。関係ないね。よし。オッケー、光あれやってもらおう。ちょっと、え、大丈夫？体力。156。124。体力も回復してくれんのかな、光あれは。ありがとう。どうしよう、はやぶさの剣を買いに行ってもいいかなと思ってんねんけどね。そのラス団に近いとこには来てるのよ。来てるはずなんでね。いや、いいんじゃないか、勝っていいんじゃないか、多分強いと思うっすけどね。まあ一応光の剣も持っていこうか、あとはもうそうやな、まあこんだけ金貯まってっからな、ミンクのコートを狙いにかかるっていうのもありなんすけど、まあ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 、よし、よし、福引券が2枚あるんですけど、マジでいらないですね。まあまあいいやろ。
OK、 じゃあ次回はここから行きたいと思います。